あのね、はい、それはそれとしてなんですけど、はい、この4人のあれですよ、うん、名前を、ああそう、4人組のね、名称、ああなるほど、名称ね、そうそうそう、別にグループでも何でもないんですけどね、よくゲームするんで、うん、まあなんか違うグループじゃないですけど、僕とかハイブリさん、梅健さん、ハタサコとかでやったら、あのホラーゲームのやつもあれとかね、牛花っていう名称が、牛花ってね、なんか呼びやすい名称をね、もし視聴者さんなんかあったら、そう、なかったら梅健さんに決めてもらいます。ああ、なるほど。この4人でいるときに毎回お酒飲むわけじゃないので、関西飲酒はちょっとね、そう、 お酒飲む配信のときは関西飲酒組っていう、もう名称が大体あるんですけど、そうじゃないときもね、うん、あるんで、ちょっともうちょっと募集します、ちょっと練習しましょう、なんか呼びやすい名称があったらね、そう、うん、僕はハッピーアワービアボーイを教えます。いや、ビアなくしてハッピーアワーボーイやったらいい。嫌がってるんですよ、ビアが。やっぱりビアはなんか、なんか分からへんけど心が痛い。なんでやろ。でも、ハイブリさん、前回、あの、飲酒の方で、同節2200達成してましたけど。ああ、そうそうそう。あれは、やっぱりどういう気持ち、あれ、過去最高レベルですか？はい。同節。はい、過去最高ですね。おー、めでたい。はい、すいません。あの、いや、本当に。今からお酒飲んでもらっても全然大丈夫なんで。あの、いやいや、あの、その気持ちさえ。いや、あの、とりあえず、すいません、改めて言うけど、ほんまに感謝してるし、ほんまにごめんな。いやいやいや、全然全然そんな。ほんまに後に、さっきね、後にも先にも、桃鉄乾燥せえへんわ、一人で、ね、寝るやつおるわで、そうなんよね、終わる配信初めてですから、ね。なんか、ペン君、この前、誕生日やったそうで。おぉ。おぉ。めでたい。ありがとうございます。もうじじいじゃないか。ガサガサ40に言うてたからな。あ、そうなんですよ、42。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっともういたわってもらって。すいません。敬語使います、コミカ。あ、もうね、まあまあ全然いいですけどね、敬語。もともと年上やけどな、新太郎の。敬語使います。新庄さんでもなんかその辺の感覚独特ですよね。メイヤさんのことメイヤ君って言ったりするから。確かに。ああ。工藤さんのことは工藤君って言われて。ああ、まあ、第一印象がその、年、その、下というかその、同じくらいかなって誤解しちゃって。そうそう、世代が近いかどうかっていうことですよね。感覚でね。工藤さん結構若く感じたってこと。最初僕とためぐらいかなと思ってたら、全然違ったって。おもろいな、それ。若いね。まあ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 、あれろあれろあれろ、うん、よし、こん、あー、オーケー、ふん、きた、ふん、ふん、確定演出か。今回アンチハゲ働いたな。よー、スノパイさん強っ。強い、ちょっと1位だ。強いな、やっぱ空気抵抗やな。そうなんです、ね、ハゲか、ハゲてんのか。スナパイさんもやっと気づいてくれましたか。いやー、一話知ってる時早いんですよね。散歩してよかった、現実の方や。しばらく見てない間に。そっか、確かにスナパイさんとしばらく会ってないな。あ、そういえばそうだね。うん、あ、でもね、ライブ見に行くよ。お、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ん、え、足裏に。もしかしてシークレットゲスト？え、あ、俺は見に行くって言ったんだけど。何はそう、足裏さんだから。そうだね。あっちゃん。あ、僕ですか。僕、あの、地元の公民館でやるんで。全然違う話だった。あんた十字架じゃなくてプラスになっとんねん。それ。あ、そうなの。なりきりやがった。週単独ライブだ。あの時の心境とか語るの。おい、何語らせてるの。独演会、独演会だよ。座談会みたいな感じ。お茶はせずに行って、はい、え、誰これ、何、誰これ。おー、何だよ。あぶね。おいおい、ひひひ、アベレージにメラゾーム当てちゃった。あー、しんどかった。
メラ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 。十字架陣営並んだ。十字架陣営が嫌な陣営すぎるな。しかもアシスタの十字架プラスなんやけど。いやこれ十字架十字架。これが十字架よ。ずいぶんバランスのいい十字架です。だいぶ埋まっとんねんな土の方に。京都に修学旅行行った時買いました。木刀か十字架の二択みたいなやったな。木刀か十字架の二択だったな。そうやな。名前彫ってもらいました。シャキシャキできるやつ。最近そういうお店めっちゃ減ってんねんて。あそうなの。お土産屋さん？なんで？知らん、あの多分外国人の方が多くなったからか知らんけど、改装だけど逆に、本当に全然変わってた。あの普通にホテルが多くなってた。あと、それはありそう。そういうもんなんだ。ハッシュさんプラス魂。ね、トータス3ちゃうよ。違う違う。トータス1問だ。あんなやつ出身やんといてくださいよ。なんかあったんですか？タス増やし、タス増やしたや。タス増やす。足湯足す2問。足湯足す2問。足湯足す2問。ニンニク。危ない。終わってます。え、人を引きます強いで。すごい。強いじゃないですか。おお。1位走ってたら人引けないんですよ。そうなんですね。やべ、アンチャゲ EL は使えてない。まだ引けてない。え、そういうゲームやったっけ?1位やったらいいんちゃうの？正論言われた。逃がしてもうてる。俺だけ気持ちよくなれるからなんですよ、このゲームの重要は。なるほどね。うん、ストレス発散ゲームだからね。そう。ストレス発散楽しい。週の初めにここでみんな一旦ストレスをゼロにしてる。そうそうそう。ゼロになるときと極端に溜まるときがあるんですよ。あ、ジャイアントゲームか。なるほどね。うん、まあ僕はみんなとゲームできてるだけでストレスはゼロになりますよ。おお、すごい。毎日ゼロじゃんじゃん。そうなのよ、ストレスフリーなんだよな。わかります。もうストレスゼロ。ですよね。早くしよう。こっち行きます。お前、ほんまマジで。よかった。危ない。地獄のような。あ、思い出した。先々週、うん、確かゲンさん途中で抜けましたよね。あの後僕成績上がったんです。そういえばそうやったわ。やばい。私が引かなくなったからか。もうストレス溜まってるよ。溜まってますね。大丈夫大丈夫。久しぶりにできるだけで笑顔って。くそ。今日みんな手抜いてるんですか。どういう意味？あ、すいません。え、それアベレージ君目線でみんな弱すぎるとか。点がいいから。ああ、そういうことなんですね。あ、そうなんですよ。そうなんだ。ちょっとアベレージさん、阿部さん、名前ダサくないですか？かっこいいでしょ。服にエイジとかプリントされてるの最高じゃん。まあまあまあ絶対黒の V ネック着てる。服のね、穴が開いてて、そこにチェーンの紐が通ってるやつな。そう、クソかっこいいでしょ。あ、ネックレスみたいなのもう縫い付けられてるやつ。靴とんがってそう。